さて、この後のステージは内藤さんと岡村さんとマレ,ーシア不動産マレーシア不動産の販売サポート業やシンガポールの法人設立サービス不動産紹介などを手掛けるフォーランドグループのマレーシア法人フォーランドリアリティネットワークマレーシア代表の西村和久さんにもご登壇をいただき3名様によりますトークセッションを行います。それでは3名様よろししくお願いします。 はい、よろししくお願いいたします3時半ぐらいまで,です、ね、ちょっと皆さんといろいろディスカッションしていきたいと思いますけれども、えー、あの事前にいろいろお申し込みいただいたときにご質問たくさんいただいておりましてもう20個以上あの質問をいただいているんですけれどもあの私のほうでちょっと、えー、いくつかあの非常に共通している質問というのがありましたのでそちらを、えー、皆さんとお話ししていきたいと思うんですけれども。 あの大きく3つありまして、1つはジョホールバルのリスクについてと、ジョホールバルっていうまあイスカンダル計画というのをやってますけれども、それについての質問が非常に来ているというのが1つと、それから2つ目は、実際にマレーシアの不動産に投資をしたときのどれぐらいのまあ投資リターンとかリスクとか、そういうものがあるんですかというまあ実例的なものを聞きたいと。それから3つ目が 移住に関して、あるいは教育に関して、まあ、岡村さんがいろいろお話をしていただきましたけれども、そちらに関しての、まあ、もう少し詳しい話ということだと思うんで、この3つをちょっと西村さんと岡村さんにお聞きしながらお話をしていきたいと思うんですけれども、まず西村さんは今は、はいえっと、クアラルンプールにお住まいはい、そうですね、私は今、マレーシアフォーランドリアリティネットワークマレーシアの、えー、クアラルンプールの事務所。 担当しておりますコアラのプロの事務所って、この袋の中にこういうおが入ってますけど、先ほどちょっと申し上げた会員専用ラウンジっていうのが、これはオフィスのところにあるんですと先月完成したばかりで、ちょうど完成した次の日あたりに、確か、我々お邪魔させていただいて、まだすごい荒い状態で見ていただいたんですけれども、今、こちらの方で、われわれの購入された 不動産投資家の皆様の会員制のサロンとしてちょうど運用を始めたところですじゃあ、フォンドさんは管理もされているし、はいえー、仲介もされていると、はい、そういう形になってるんですね、のそすねえー、やはりその比率が多いのは、やはりその先ほどおっしゃられたプレビルド物件、はい、これから2年後、3年後に完成する物件の販売が、まあ、あの件数としては非常に多いんですけれども、まあ、実際はその中古物件をお買いになった方々、それを賃貸に出したいと。 いう投資家の方々のサポートも並行して行っておりますはい分かりました、はい、じゃあちょっと最初の質問ですねこのジョホールバルに関してですけれども例えば頂い,いている質問でイスカンダルプロジェクト完遂可否についてどうでしょうか、はい、講演者の皆さん教えてくださいとかですね、えー、ジョホールバルの発展について大丈夫なんでしょうかみたいなこと、えーはい、が来てるんですけども、えー、ジョホールバルに物件持ってらっしゃる方っていらっしゃいますかいいらっしゃいますね ちょっとあのまあ西村さん、岡村さん、私という話をさせていただければと思いますけどもイスカンダール計画も非常に規模が大きい計画で、まあ、昔宇宙戦艦ヤマトでイスカンダールを目指して進んでいくというような話があったぐらいにです、ねまあ、そこまで時間がかかるものではないですが非常にあの壮大な計画です。<laughs> ですのでマレーシア単独の国でこれを完成させられるかどうかと言われると これはもうかなり疑問が出てくると思います、はい、で,ですので、ここには必ずその外国のお金が入らなければいけない、うん、で特にやっぱり隣国もう橋を渡って川を運河を渡ればすぐ隣にあるシンガポールここがどのくらい、えー、国としてこのイスカンダル計画マレーシアが行うイス,タンカイスカンダル計画をサポートできるかというところにこの完成できるかどうかというのをここの成品がかかっていると思います。なるほど そうすると、別にその不安視しているわけでもないけれども、もう絶対大丈夫だという、楽観するわけでもなく、注意深く見ていった方がいいよというですねただ、これは実際にそのマレーシア人もあの地元の人たち、ですねマレーシア国民もこれ、本当にできるのかどうかと、この計画が出てから、すごく不安に思っていたところがあるんですけれども、やはりあの2年去年ですね、2012年から、 これはシンガポールの国いわゆる国のファンドですねここがお金を実際に入れ始めたとというのが目に見えて実際に数字として現れてきたことでその中の1つにもう1つマレーシアとシンガポールと共同で鉄道を作ると、はい、シンガポールまで行く鉄道を作るというところも実際の計画として具体化されてきましたのでこれが非常にそのイスカンダル計画が完成できるという信頼感を今非常に 上げているところで、うん、まあそれに伴って今その不動産投資が、うん、価格がすごくててはい価格が上がってきています。<ー>ま実際あの岡村さんと私であの行った時もあのモデルルームにもう人が 本当にいいわゆるる殺到してる状態ででそうですねちょうどあの面白かったのは土曜日に視察に行ったんですけどもう週末の買い物みたいな感じでシンガポールからご夫婦でこう不動産の買い物に来られている感じまであるぐらい、まあ、加熱してまモデルルームがもうない物件、うん、そうです、ね、もう作らなくても売れるぐらいの,その計画の,その青写真ですね、うん、青写真の段階でもうすでに販売を始め、えー、しかもそれが抽選。 抽選会でで売れていいくとうん、というような状況です、ね、まあもちろんその全部の,そのイスカンダル計画の中であの登場しているプロジェクトが全部そういう状態かというとそれはやっぱりそんなことがなく、はい、やはりそのすごくいいロケーション、うん、ロケーションのものであの不動産開発会社といわれるそのデベロッパーさんが、はい、あの大手でしっかりしっかりしているところそういうその条件が重なったところはもう本当にこうモデルルームを何もあのまだ図面も はいできてないええ NLDK でいくらぐらいですよと <laughs> というような状態でもうどん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 あの売れていくという状態になってますうそうですね岡村さんはイスカンダル計画はどういう ジョルルバににに投資すするってこというううこ関してどういうふうにお考えですかそうですね。あの、まさに石村社長がおっしゃった通りかと思うんですけども、ちょっと日本で気になるのが、こう、イスカンダル計画、プロジェクトって言われてるんで、プロジェクトってなんかこう、日本だと六本ヒルズとか、それぐらいのこう、規模を思うと思うんですけども、イスカンダル計画って全体で、こう、A から E まで5つの地区で、東京都と同じ大きさの開発なんですね。なんで、イスカンダル計画って一口で言ってるってどういうことかって、東京都のどっかに不動産買おうって、そういう話としてるのと同じなんで、まあさっきあの、シンガポールの政府のお金が 入り始めたっていうふうな話ありましたけどもあのピンポイントでそういう入ってる えー、プロジェクト、もしくはその近郊、もしくは、あの、今一番話題になっている2020年ぐらいの完成目指して、トムソンラインという地下鉄がですね、あの、有名なマリナベイサンズのホテルから、こう、縦にシンガポールを縦断して、ジョホールまで行こうとしてるんですけども、その駅ができるところとか、東京都のどこに家を買うかとか、そういう話でもあんまり仕方ないんで、じゃあ、例えば山本線の横とか、まあ、そういう、あの、もうちょっと突っ込んだ理解のもとでの、こう、購入っていうのは絶対必要かなと思います。<laughs> うんそうですね。ってことはやっぱり、その、やわゆるジョホールバルだったらいいとか、ジョホールバルはダメとかいう話ではなくて、 どの物件のどのエリアに買うかっていう、まあ、エリアも、ねはい、A, A エリアから E エリアってこう、まあ、細かく分か、ね、非常にそのエリアによって特徴がありますので、うん、まずはどこにその先ほどセミナーのとこにもおっしゃられてましたけれどもやっぱり事前の下準備、えー、今そのマレーシアでイスカンダール計画っていうのが非常にあの言葉だけであの先行している部分があるんですけれども、はいはい、そこはやっぱりいきなり、ね、行かれるんではなくこう事前にこう下準備をして。はい あのエリアはもちろんですけど、その計画の詳細ですね、はい、これをあらかじめあの予習してあの、実際に現地に行かれると、うん、ということが必要になってくると思いますあれ例えば、フォーランドさんだったら、あの帝国ホテルのタワーにあの日本のオフィス持たれてますけど、こちらに行って、はい、そのじゃジョホールバルの情報を。うん 教えてくださいっていうような相談をすることができるも、ねはい、うなんです。我々がそのマレーシアやシンガポールだけにオフィスを置いていなくて。例えば日本の方にも、はい、あのちゃんと事務所を置いているのはまさにそのためでして。うんうん、そのいきなりこう。 あの投資を始められるのではなく、まあ、今回あの先ほどご覧になっているとここにいらっしゃる方はかなりこう海外投資、ええまあ、マレーシアにも行かれたことがあるシンガポールにも行かれたことがあるすでに物件をお持ちの方がかなりの率いらっしゃるようにお向けしたんですけれども <laughs>、はいまあ、ほとんどの方はそのこれからマレーシアに初めて投資するという方々がほとんどですので、うん、まずはその現地に行く前に、まあ、日本にいる状態で。 えー、マレーシア、シンガポール、はい、ジョホールバールの不動産について事前に知っていただくと、そのコンサルティングをするための,あの部門として、うん、こちらの日本の法人をご用意していますやっぱり、下調べってすごくあのプレゼンテーションで申し上げましたけども、重要だと思いますので、それからもしあの、まああの、ジョホールバールに投資しようというふうに考えられるんであれば、 まあ、我々もそうだったんですけどクアラルンプールとやっぱりジョホールバルと両方見てですねそうするとやっぱりあ、ね、あのコントラストがすごく何を目的に投資をするのかっていうのはよく見えるんで。 そそれは重要だと思いますねそうですねねうでやっぱり不動産投資、うん、僕のセミナーの,あのところでも言ったんですけど自分が住む時に魅力的かどうかどういう人が、えー、来てるからその人に、えー、どういうポイントが刺さりそうだかこの家を買うという形やっぱりうリアルな生活のイメージって絶対必要だと思うのでジョホールさっきご紹介したようにマルボロ・カレッジとかメモコン出てきてるんですけどまだスポット的なので、うん、あのどうなるかというのをあ私は個人的にはあのマレーシアに不動産を買うんであれば あの個人的にはクアラルンプールの優良物件をまず,まずは買いたいかなというのは正直思いましたね現地から見るとクアラルンプールの方がそが不動産のマーケットとしては成熟しているいろんな投資家の思いというか希望その例えば利益目標ですとか、うん、え何年後,後までに出口を迎えたいとかそういう戦略にあの対応できる物件があの一番ご用意できるのはやはり。 クアランプールだと思いますね。うん、そかまあジョホールバルはまあ夢を買うというか, <laughs> かなりえまあその夢がかなり実現しそうな形にここ1年ぐらいでかなりなってきてるんですけれどもまあそれでもじゃあ2年3年後にあのじゃあ出口として結果を出せるか。 とというとそれはちょっと僕まだ短すぎるかなまずやっぱ5年10年大年だで最低でも5年10年というタームであの投資を考えていかなきゃいけないなと思いますねそういうことですねですからまあそういう夢をどんどんこうどうなっていくかって話ですやっぱり夢が現実に近づけば近づ,ば近づくほど価格は上がっていくわけですからあのもう完全に現実に近づいてしまった瞬間もう利益ってほとんど出ないわけですね。やっぱりリリススククをを不確実なところでリスクを取るから 2倍、3倍に上がる可能性があるわけですからもう確実に電車が通りますよとか、ね、確実にシンガポールが出てきますよって出てきちゃったら当然、もう価格はその辺に修練してしまってそこから買ってももうキャピタルゲインというのは逆に得られなくなるわけですからそれはあの投資のリスクとリターンの関係というのはきちんと不動産でも成り立っているということですよね。そうですね、はい、ややははりりルっぱ,りルバルやっぱりキャピタルゲイン うん、をあの中心にに考えての投資になると思いますということです、ね、は、次行きたいと思うんですが2つ目の質問で多かったのがこの、えー、クアラルンプール、まあ、マレーシア全体もそうですけども大体どれぐらいの、まあ、投資のリターン、まあ、あ,のあるいはその賃貸をやっていく場合、まあ、インカムゲインを狙うときにどれぐらいのイメージであのいわゆるグロスの利回りではなくて経費を引いた、まあ、ネットのリターンとしてです、ね、考えていったらいいのかと、はい、この辺、ちょっと西村さんの感覚ベースの話を。 お聞かせいただ例えばその統計データとしては、はい、あの出回っているのはそのグロスのリターンの、うん、はきちんとあの統計データとしていろんな第三者機関から出てまして、はい、まあそれですとマレーシアは大体6%から7%ぐらい、えー、マレーシアというよりもあれですケール中心部が6%から7%のグロスリマリと、うん、グロスっていうのはその、えっと、もらってる賃料かける12を物件価格で割ったようです、ね。い まあ入ってくる賃料が、ねはいはい、どれぐらい回っているかと、コストを引く前とということですね、はい、でそこから、えー、とかかる経費、えー、例えばその不動産会社にかん払う管理費とか、あとは固定資産税、固定資産税というものではないですけれども、ある非常に一定の安い税金が、レーシアに回りますので、その税金関係、えー、というのを引いていったときに、はいえー、大体1%から多く見積もって2%ぐらい。 を今見積もっていただけるといいと思います。うん、ですので、まあ単純にいくと、2%引いたとして4%から5%、うん、えーそのくらいですね。5%前後、はい、4%から5%の前後とお考えいただければいいと思います。で、あのエリアによってやっぱりかなり物件のこう価格とか、えー、違対象も違ってくると思うんですが、そうですね、あの KLC ってあのま中心部と、はい、あとは あの日本人の方が投資されるところですのモントケアラという郊外の住宅地の部分が、はい、まあ日本の駐在の方とかがよく住まれているという場所がありますけれども、はい、それはやっぱり違いがあるんですか投資の仕方としてはそうですねやはりその今おっしゃられたモントケアラというその外国の駐在員の90%はこの地区に住んでいるというすごく小さいエリアに。 40階建ての,そのコンドミニアムがもう20個30個と固まって建っているところがあるんですけれども、まあ、ここは正直賃貸利回りインカムゲインって考えると非常にこう薄いところで低<い>えな,なんでこと玉数が多すぎてですね供給過剰ででピンからりまで選べると、はい、あのすごく安く住みたい人は月6万円ぐらいで。 住みたい人からあの月60万円以上で住みたい方までその物件の幅が広いですからすごく借りる側としてはすごくいいあの状態のところなんですね。<ー>なので、えー、我々もそのインカムインを狙うという投資家の方々にはその駐在員の居住居っというのは今お勧めしていないところですね。ということはやっぱり中心部のやはり中心部ですね。<ー>はい、そうするとと投資金額としては 目安としていどれぐらい今ですと大体3000万円でワンベッドルーム、はい、日本でいうと、ね、1LDK、ね、からあれワンルーム50平米から60平米ぐらいのワン LDK からワンルームタイプから3000万円ぐらい。1> 1 それはあの日本人が買う場合もローンをつけて買うことはできるす現地の銀行からあの外国現,現地の銀行が我々日本人のような外国人に対して融資を行ってくれますので、うんえー、そういうのは、まあ、先ほどあの他の東南アジアの国と比較してどうかという不動産投資をするのはマレーシアはどうなのという話が先ほどいただきましたけれどもそういう面ではその外国人投資家を、うん、あのどうぞ不動産投資してくださいと。 という姿勢はマレーシアが一番強いと思います、ね、なるほどはい 銀行のポイントで1点あの、マレーシアが非常に魅力的なのは、HSBC のプレミアっていうサービスがあって、まあ、日本1000万円以上で、こう、為替手数料が安くなるとかでサービス、残念ながらもう日本、あんまり広がらなくて撤退しちゃったんですけども、マレーシアは今、600万円ぐらいで、HSBC のプレミアって口座を開けられて、そこを開けとくと、まあ、マレーシアはもちろん、シンガポールとか、まあ、タイとかフィリピンとか、アセアンの他の国で、こう、不動産買う場合も、ローン付けしてくれるので、あとプレミアであることで金利も下がりますし、まあ、その点では、経っというのは非常に、あの、 不動産投資のまず本拠地としてあの東南アジア全体を見渡す本拠地として、まあ、非常に利便性が高い場所かなというふうに思ってます、うんあのえー、とクアラルンプの中心部のそういう物件というのは空室リスクというのは、ね、空室リスクになるとかなりその物件の性格によって変わってきまして、うんはい、例えば KLCC 内部でもその何でしょう もともと賃貸向けに考えている 1LDK とか 2LDK というそのカテゴリーとあともう一つは本当に居住用の,あのそれこそ,その日本円で1億円とか以上するような高級な物件というふうにあのカテゴリーが分かれているので例えばその居住用のいわゆる高級な物件ですよね。今で言うとその中国のお金持ちの人たちとかあるいはアラブのお金持ちの人たちがあの投資用として買われている物件。 こちらについてはあの高級な物件ほど空室率が高い,高い結局彼らはそのインカムイン狙ってないですから、うん、半分そのコレクションみたいな形で <laughs> あの実はその、はい、我々が今入オフィスで入っているそのトロイカという物件もかなりあのすごいいい物件なんですけれども、はい、これもその。 例えば最上階のペントハウスとかになるとこれも5億円とかいう話になるんですが、うんえー、そちらだともう完全にコレクションとしてもマンションコレクションです,そうです、ね、1軒2軒と買われている方が多いですのでここはい、もうそのまま放置ですねあ別に置いておいてもりもないですし貸すつもりもないですしあと健康診断にね <laughs> 2> 夏2週間だけバカンスに健康診断マレーシア、ケーリー病院にあのアラブから来るってパターンまであるぐらい。 まあそういった使われ方が多いのであまりその空室リスクがどうのこうのというのは実際は問題になっていないんでじゃあ、われわれが投資しようとしている例えばそういう物件であれば空室にリスクについては、まあ、もちろん経済的にそ非常にその。えー 今やっぱりマレーシアもケーレルというこの中心部にすべての,その経,済が経済もそうですし会社もそうですしビジネス活動が全部集まっていますのでそれがあの地方からどんどん,どんどん人がやってくるあるいはその外国から外国の企業もほとんどケーレルの中にだけありますので,でえまあマレーシアってまだ車社会なのでえやはりその朝晩の通勤時間帯というのはかなりラッシュに。 ね、あるんですけれどもラッシュが嫌なあの例えば外国の駐在員とかは、うん、あのこれはあの中心部にあのどうしても住みたいとなるので、うんえー、そうすると彼らのバジェットって、まあ、景気もどんどんあのリーマンショック以降、ね、あの回復してきますので、はい、彼らの,その会社が出せる予算というのも、はい、あのかなりあの5年前6年前に比べると上がってきてますから、うんまあ、かなりその賃貸の。 需要っていうのはかなり強いですね。なるほど。はい。 で、もう一つ、ール今、あの、西村社長あってに、今の時点では車社会なんですけれども、あの、ジョホールの地下鉄みたいに、こう、雲のを掴むような話ではなくてですね、かなりリアルに3年後に、ブキットビンタンと KLCC を、モントキアラのあたりか、こう、斜めに区切るような地下鉄の計画があったりとか、あと2020年にもですね、こう、えー、日本でいうあ、東京で山手線みたいな環状線の地下鉄ができて、その沿線の開発が進んでたりとか、まあ、かなりこう、開発がジョホールよりは、角度高く、こう、あの、タイムラインで行われていくので、まあ、きっちり、あの、 買われる時はそういう計画をこう織り込みながら買われるというと、まあ、リスクは情報量よりはかなり低くなるんじゃないかなというふうに思います,、うんそうで,すね、ですから、やっぱり個別の物件物件のやっぱりきちんと見て買っていくっていうことが重要ななそ、ね、そうですねそうなりますねねりまの投資家の方々がその自分の投資目的をまず一番初めにはっきりさせると、はいはい、であとはそれに応じた物件探しをしていくというステップをきちんと踏まれるのが必要だと思います。うん、そうですねはいわかりました じゃあちょっと最後の3つ目なんですけれどもこの、まあ、移住とか教育岡村さん、先ほどプレゼンテーションしていただきましたけれども岡村さんは、えー、とお住まいはシンガポールにど,どの辺に住まれるんですか 実は僕は学校から決めて、まあでも今シンガポールに移住する方ってそういうパターンが、まあ特に子供、お子さんを連れて行く方はそのパターン多いんですけども、インターナショナルスクールとかウェイティングが結構あるので、まあうちの娘の場合3歳児だったんで、大したウェイティングリストじゃなかったんですが、これ年齢とともに非常にウェイティングリストが長いので、まず学校をどこにするか決めて、学校に入れそうになったらそこの学校からスクールバスが出てる。 え路線沿いに家を選ぶっていう、あ<ー>あ日本とは全然違って、学校から逆算して、こう、移住計画を立てていくって段階なので、あの結論から言うと、学校がやっと決まった段階で、まだあのスクールバスの経路を見て、これから、あ<ー>あのもちろん賃貸です、あの、もう分譲は到底買えないんで、賃貸でえ拠点を探そうと思ってます。うん、賃貸でどれぐらいの家賃なんですか、まあ、広さにもよると思いますけれども。あのまあ シンガポールね、皆さん、あの、不動産高騰してるって話をよく聞くと思うんですけども、あの、まあ、不動産投資って関係でもシンガポール、多分世界でみ、ま、一番利回りが低くて、2%、3%しか出ないので、逆に言うと、1億の分譲物件でも、えー、20万円くらいで住めたりとか、<laughs> 日本の感覚とは全然違うので、<laughs> あ,<ー>あの、まあ、 なので、まあ、本当、ね、シンガポール場所によってまちまちですけどもちょっと郊外に行くとです、ね、15万、20万で、まあ、ダブルベッドで80、100平米で住めるような場所もありますしあの、まあ、賃貸の方がよりこう広い価格帯からあの自分に合った物件を選べるんじゃないかなと思います。なるほどそうです、ねうん、今の,その格好選びは、はい、クアラルルンプルも ほぼ事情は一緒ですねまず学校へ選んでから、えー、住む場所を決めると,、うんうん、という感じになってます今。ってことはやっぱりどの学校に入れるかとかどの学校に行きたいかっていうことをまず まあ移住とかそういいいうう場合だったらしななきゃいけそですね、すねまあ、さっきちょっとね、2030年から逆算して考えて、大げさな話を言ったんですけども、まあながち校長でもなくて、まあ、この3歳のタイミングで僕が行くって結構大事で、3歳だと、さっき言ったように、あんまり枠もこう埋まってないですし、あのまあまあ人気ある学校にもこうすぐ入れたんですけども、やっぱり年齢とともに厳しくなっていきますし、もう一つ、やっぱり入学試験がどんどん厳しくなっていくんですね、6歳とかぐらいから、ちゃんと英語で面接が入ってくるので、まあ、これは多分シンガポール、マレーシアのインターナショナルズと同じだと思うんですけど、 まあ面接が入ってくるので、まあ、小1で英語を、ね、日本でずっと暮らしているとなかなかハードルが高いですし、まあ、あのみ周りを見ていると小学校高学年以上になると、まあ、実質日本で暮らしていると突破できないようなそういう試験がまあインターンには課されてしまうので、まあ、早いタイミングで行くもちろん不安もあるんですけども、まあ決断は早い方がまがいいかなというところはありますやっぱりどんどん,どん,どんこう変化しているというスピードがすごく早いということですよね。きっと そうですね、あのやっぱりケール、まあ、シンガポールがその今、富裕層の方々であの移住がすごく人気になっているんですけれども、うん、まあマレーシアはそれもシンガポールよりもまあ生活コストがかなりあの庶民的な案<い>になってきますので、うん、まあそれを天秤にかけられて、まあ、シンガポールはちょっと無理なんだけれども、えー、マレーシアだったらあの例えば教育移住とか、えー、できるんじゃないかと思って検討されて、まあ、その流れで不動産投資も考えると。うん、なので入り口をその 移住とか教育として考えられている投資家の方がすごく今多いケール・クアラルンプールの場合マレーシアの場合はそういうその移住するという場合もまあ購入してまあ投資も兼ねながらという形を考えることができるというシンガポールの場合やっぱちょっと価格がどうしても高いのでなかなか投資目的で買って移住するというのは。 考えにくいっていうただ、あの、一つよく、あの、シンガポールは本当にもバブってて、こう、価格高騰リスクが非常に大きいっていう、あの話もよく日本で聞くんですけども、僕はちょっと違うかなと思っていて、結構、シンガポール、今、あの、ものすごい人気なんですが、あの、インシー税、あの、外国人が不動産買うときに、物件価格の15% 因子税払わななきゃいけないけんですねなんで5福の物件だったら8000万円ぐらい1億だったら2000万ぐらいこう税金だけで払わなきゃいけないんですけどもそれは高騰を防ぐために直近上げてきているわけでこれがもしあの市況が変化してこう下落してくるとあのそこはもちろん政府がこうあの自分で調整できるので多分税金も下げるでしょうし、まあ、あの例えばドバイとか日本の不動産バブ崩,崩壊みたいなそういう話ではまた違うかなというのはあの常々思っています。 岡村さん的には別にバブルになってるわけではないと。いや、もうなんかバブルになってるわけ。まあ、あの。 やっぱりすごいんですよ。<laughs> あの、動きすごくて、例えば、あの、さっき僕のお客さん移住させる話しましたが、去年まで5億円で売ってたのが1年後に8億になってたりとか、まあ、それは仕方ないです。あの、為替が60円から80円になってますし、現地も上がってるんで、もうとんでもない値上がりなんで、はい、まあそういうのを見ると怖くなるんですが、ただ、あの、例えば、先頭佐藤の高級住宅街だと、供給コストをちゃんと政府がもうあらかじめ決めてたりとか、こう、のほうぞな開発とまた違うので、 あのまあ、そ,こそこはちょっと区別して考えなきゃいけないかなというふうに思います。うんはい、ということですね、わかりました。じゃあ、ちょっともう時間もあの3時半回りましたので、最後にですね、ポーランドさん、今回スポンサーしていただいておりますけれども、ご説明の VTR を流させていただきまして、その後ですね、えー、まあ我々ここに残っておりますので、あと今日岡村さんがですね、あの新しいアジア投資の書籍を、まさに本当に出来たてのほやほやで、まだ、 店頭にも並び始めたか<の>てもらんでないかぐらい僕自身今日初めて見ましたと <laughs> いう本ですけどもあのまだ売ってますよね今日消費税サービスであの、まあ、岡村さんのサインが欲しい方は多分サインをしていただけると思いますのでぜひお帰りに買って勉強もされたらよろしいかなというふうに思いますで我々まだこちらに残っておりますのであのまた細かい質問とかですね、えー、ございましたらあの後で終わってからこちらにお越しいただければと思いますではちょっとこちらの VTR ご覧ください このビデオはあれです、ね、この間あの、お二人にご参加いただいたあの我々の,その現地での物件の視察ツアーの、まあ、イメージビデオになっています。 物件で平米単価っていうのはどれぐらいになってきてきますか今平米単価でいうと、これはかなり、これどこの、どれですこれベルベルストロイカじゃないです、すみません <laughs> トロ、トロイカじゃなかったですね、今の、ね、われわれツアーに関していうとその、ほとんど個別ツアーという形で、そのお客様の,その希望に応じて、あのご予算とか投資目的に応じてご案内するというスタイルでやってますので。 この方が案内していただけるわけではないんで、ええ、あの、<laughs> えっと、指名していただければ、何とか用意しますけれども。も <laughs> あとはやっぱりその、先ほど内藤さんがおっしゃったような、その事前コンサルティング、はい。はい。これは、あの、きっちりやるというのが我々の会社の方針ですので、こういって現地視察に参加していただく前には、やはり我々のその、いきなり行ってやるんではなくて、そ,そうです、そうです。まず勉強というか、ある程度、見越しをつけてから行くという、はいはい。例えばその、個別のコンサルティングも今無料で、帝国ホテルのオフィスの方で行っておりますし、あるいはその、定期的に、え、週3回ほど、あの、少人数の、 えー、マレーシア不動産投資のセミナーも、うん、これも無料で行っておりますのでぜひアンケート用紙にご記入いただいて、えー、ご希望があればあのいつでもこちらの方でご予約いただいてあのご来店いいただければと思いますやっぱり客観的な情報をなるべくいろんなところから聞いてであの日本できちんとあの下調べをかなりされてから、まあ、効率的に現地でこうピンポイントで、えーまあ、視察をしていくと。 いう形でやっていくのがよろしいかなというふうに思いますので、ぜひ皆さんあの不動産投資検討してですね、あのいろいろな成功事例というのを作っていっていただければというふうに思います。じゃああの数さんのマイクをお返しいたします。ではここで改めて岡村さんからお知らせがございます。すいませんあの度々になってもう先ほどあの内藤さんからもご紹介あったんですけども、あのちょうどですねえ今日本当にあの。 さっきも申しましたが、私も初めて見たぐらい、ちょうど今日すり上がってきて、で、本屋にはですね、来週の後半ですね、5月16日ぐらいから並ぶ本なんですけども、新興アジアでお金持ちっていう本を書きました。で、まあ、まず一番の理由はそこに書いてるように、さっき偉そうにね、この100人以上の方の前にシンガポールとはとかって語ってたんですが、僕、シンガポール初めて行ったのって2年前なんですよ。 震災の後にも娘がちょっと震災で結構ナーバスになってたんで、まあマリナベーサンズもちょうどできてたので、まあみんなで遊びに行ったっていうところからですね、まあ2年後に、まあいろいろまあお客様がどんどん移住されたりとか、まあいろんな経緯があったんですが、えー、今年の夏からも現地でビジネスをやっていくっていう、えー、まあなんでそこまで、こう2年間って短い期間で、そういう決断をしたのかっていうところあの、まあ熱い思いですね。今のまさに生の僕が感じた思いっていうのをえまとめた本になります。で、今日はあの、マレーシア、もしかし シンガポールっていうのが中心だったんですが、この新興アジアの方にはですね、他にもあと、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピンっていう。 まあ、マレーシア、シンガポール入れて、6カ国の、え、東南アジアで、まあ、僕がこう、投資をするなり、移住するなり、まあ、日本人がこう、活動拠点を広げていく上で、まあ、非常にいい場所と考える、東南アジアの6カ国をですね、まあ、新興アジアっていう、あんまりない言葉だと思うんですが、まあ、中国、インドっていうのが、まあ、アジアでは結構注目されるんですけども、え、その次にえ来るのはこの6カ国って、まあ、僕は個人的に思ってるんですけども、で、まあ、この6カ国何がいいってね、シンガポールを起点に LCG 使えば本当に安く、数千円で、 日そういう六か国の6か国全体のこう魅力を書いた本であの不動産投資から移住の話、企業の話、あとどういうポイントを視察すべきかまであの初心者の内容からまあ応用編まであのまとめておりますのでぜひ、ご関心を持っていただいたらお手に取っていただけたらなというふうに思います、はい、ありがとうございます今日だと漏れなくサインもついてきますよね。 そこにいるので、あの名刺交換のサインをぜひ <laughs> やらせていただくので、えー、本当にあのご覧いただくだけでも,もちろん構わないので、えー、お手に取っていただければと思います。はい、ありがとうございます。とここで本日のイベント終了時刻となりました。えー、ご登壇いただきました三名様には先ほど内藤さんからもお話ありましたが、この場に、えー、会場にいらっしゃいますので。 来場者の皆様の中で、こんな話が聞きたいという方いらっしゃいましたら、直接お話ししていただくことができます。なお、お渡ししているアンケートにご協力をお願いいたします。筆記用具をお持ちでない方は、係員までお声掛けください。会場を退場される際、アンケートと受付でお渡ししている入館書をスタッフにお渡しください。では。 本日のイベントはこれにて終了とさせていただきます本日は本日ご登壇いただきました内藤様岡村様西村様ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます